女子シングルスの準決勝が29日に行われ、世界ランク2位の伊藤美馬、20、イコールスター,アーツイコールが、同3位の孫エさサ、中国に0から4でストレート負けを喫した。決勝進出はならず、同日夜の3位決定戦へ回ることが決まった。孫は、伊藤と、同年代の20歳で、 互いの存在を励みに切磋琢磨してきた。直近では4連敗を喫するなど、金メダルを目指す上で難敵だったが、その壁は高かった。勝負の分岐点になったのは第2ゲーム。9から3とリードしながら8連続得点を奪われるなど逆転された。 孫のフォアハンドから繰り出される強烈なボールを最後まで抑えきれず、得意のサーブも攻略された。完全な力負けだった。白熱した試合だったが、暗い影を落としているのが中国語などによるネット上での誹謗中傷のコメントだ。孫に敗れた伊藤のインスタグラムには、日本チームのピエロ、 中国に勝てるのは中国だけだなど心ないコメントが多数書き込まれている。私も中国人ですが、春なりちゃんは素晴らしい選手だと思います。無礼な人を相手にしないでくださいと伊藤を擁護するメッセージも見られるが、モラルを書いた書き込みは旅を超えている。伊藤が水谷隼32イコール キネグループイコールとペアを組んだ卓球混合ダブルスで日本卓球開発の金メダルを獲得したのが卓球王国の中国にとって屈辱に感じたのでしょう敵意向き出しで難癖をつけてきたり嫌がらせをしている選手にとっても迷惑だしこの状況を放置するのが健全だとは思えない IOC は何かしら調査するべきではないでしょうか。スポーツ紙の卓球担当記者水谷は28日に自身のツイッターを更新し、とある国から、丸ね、くたばれ、消えろとか、めっちゃ DM 来るんだけど免疫ありすぎる俺の心には1ミリもダメージないと告白。それだけ。 世界中を熱くさせたのかと思うと嬉しいよ。日本人の方はすべて応援メッセージです。ありがとうと綴って大きな反響を呼んだが、伊藤に対しても金メダル獲得後に、ネット上の嵐行為がエスカレートした。今回は新型コロナウイルス対策により、大上の汗を拭くこと、 ボールに息を吹きかける行為を控えるように呼びかけられていたが、水谷、伊藤が決勝戦でそのような反則行為をしていたとネット上で話題に、中国語で、卑怯者、メダルを獲得する資格はないなど書き込まれた。もちろん、中国人選手を応援している人たち全員が、伊藤に攻撃的な態度をとっていないことは、 理解しています。みっともない書き込みはやめろ。同じ中国人として恥ずかしいなど誹謗中傷に不快感を示すコメントが見られるし、伊藤に激励のメッセージも多く寄せられている。伊藤に勝った孫もこのような事態になることを望んでいないだろうし、五輪の盛り上がりに水を差す行為です。中国が 卓球王国である事実は誰もが認めますが、ファンのマナーやメディアリテラシーが三流だったら、他国は尊敬の念を抱けないですよ。民放テレビ関係者伊藤はシングルスで3位決定戦。女子団体の試合が残っている。心身ともに極限の世界で戦っている選手たちを傷つけるような書き込みは許されない。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。